皆さんおはようございます。今日ちょっとねサワラを釣りに行きます。ちょっとね行ってみないと分かんないんですけど、あのボートで行くの で前回はね6キロのブリが釣れました。今日釣れると思うみんな。でちなみに今日は3人で行きます。私と菊池さんとモンキキヨスケさんですねの3人で、希望は3人とも釣るっていう。でも前回は4人で行って1人しか釣れなかったので、まあ俺だけしか釣れなかったんで、今回は3人が行って3人とも釣れるようにサワラッシュで、目標は80オーバーで、できれば1メーター超えの巨大な巨サワラをちょっと釣りたいなと思ってて、でルアーはこれでやろうかなと思ってます。浜を食いがいいです。飛距離も出ますしね。まあこれでも、まあ、釣れるんですけど、まあ、ちょっとサワラ今食べても美味しいんでね、ちょっとやってきますわ。うわー、俺の名前はモンキキヨスケだ。久しぶり。釣り行こうよ。釣り行きましょう。釣り行こうよ。おはようございます。おはようございます。今日ちょっとそこから船に乗って、はい、ちょっと青物が釣れるらしいんだけど、はい、釣れますかね今日。絶対釣れますよ。本当。絶対釣れます。絶対釣れます。はい、危ないよもう。数打ち当たる。まあ数打ち当たりますからね。そう、はい。女と一緒で星の数ほどいますから魚は。はい。星の数ほどいますんで、ね、数打ち当たります。はい。まあようちゃん、あのツイキャスの方で恋愛講座もやられてるじゃないですかよく。まあ、僕もたまに聞きに行くんです、あの恋愛講座、はい、どうやったら女にモテるのかとかさ、はい、また、まあ、うん、数値当たる。よし、じゃあちょっと安全のためこれを着て いきましょう。さすが、うわ、上着も着た方がいいね。荷物もちょっと用意しようか、あの釣り竿とかのさ、やろうか。用意ね、やろうやろう。やっぱ釣りはいいですね。バス用ので釣っちゃったりして、あ、ちょっと錆びてるな、これ使えねえ。ちょっとね、何が釣れるか、まあ青物狙って、青物がいなければシーバスとかいろんな魚に変えたり、あとまあ根魚も釣れるんで、名古屋は結構名古屋でねいろんなの釣れるんですよ。ちょっと用意をして、いやー菊池さん釣りましょう。釣ろう釣ろう、笑顔でね。高橋さんも菊池さんも釣りましょうや。もうセリフっぽいし、どんどん釣りましょう。逆に怪しい、なんかセリフっぽい。いや、もっとリラックスされて。ようちゃんどうですか最近。いや全然ですね、なんかもう前回四国一緒に釣り行ったもんね。そうですね、四国行ったね。そうですね、夜が楽しかったですけどね、こっちの方ね。そうですね、今日も行っちゃう海春。はい、行きますか。名古屋の風俗場巡り。行きたいですね。もうやっぱ風俗、俺思うようちゃん、はい、あの釣りも楽しいけどさ、はい、釣りガールとかさ風俗嬢大好き俺。やっぱ愛をくれるじゃん彼女らは、はい、だって生でだよ、このおちんちんを生でしゃぶっちゃうんだよ。そうっすよ、ね、1万2万円だよ。そうっすね、2万円でさ、はい、手取り1万円女の子。手取り1万円でこのおちんちん裏筋の汁舐めろって、えぐいでこれ。だから本当にね、俺 AV 女優と風俗嬢の人を尊敬してるんですよ。あと釣りガール、うん、行きますか。釣りガール同列じゃないだろ。いやいや、釣りガールも愛をくれるやんねえ。じゃあちょっと今日は行きますか。行きましょう。いや今日サワラの群れ来てるかな。サワラのね群れが来てる、できればブリかサワラで、できればねサワラの方が食べて美味しいんで、巨大サワラを釣るのがね今日の目的です、目標ですね。一匹でいいから釣りたい。そして三人ともね一匹ずつ釣れるといいっすね。この辺は魚あんまりいないですね。よく見るとアジとかねいますよ、イワシとかアジとかね。よいしょ、あ、大きいものが釣れるからこうすくうように。あー、こんなでっかいの釣れるんですね。今日釣れたら持って帰る。洋介さん持って帰るもん、何もないですよ。あー、袋に入れて氷買って、はい、釣れたら、え、持って帰る。サワラでかいけど料理できますか、リオスケさん。いやいやいや、あー、それは好きにしてください、はい、言いますか。まあその時の気分で。あ、気分で、はい、まあそんなことでこっちですよね。これっすね、これっすね。
あ、岡田さん今日よろしくお願いします。お願いします。ちょっと素人なんでリーダー僕も組んでほしいんですけどいいですか。了解です。ちょっと今日の状態を教えてもらってよろしいですか。午前中はサワラが大きいけど1本だけでしたね。サワラ、はい、何センチですか。重さは 4.9 キロだから5キロぐらいありましたね。だと何センチぐらいなんですか。1メーター90ぐらいかな。90ちょっとぐらいかな。90オーバーで4、でも4キロって重いっすね。まあまあ重たいです、ね、かなり、うん、前釣ったのあれ4キロないよな、うん、3キロぐらいよな。レベコレは大きいの多いですよね。あ、じゃあ難しいけど釣れたら、そう、釣れたら大きいから、ね、でかいっていう、はい、あのなんか小川さんのインスタでなんかサワラが入れ食いになったみたいな、あの日は調子よかったですか。 あの日は調子よかった。あの1日だけでした、ね、あ、1日だけなんだじゃあ今日1本出ればラッキーと思って、 そんな感じで戻ってもらった方がいいです。わかりました。じゃあちょっとよろしくお願いいたします。やりきらないから。あ、やりきりたいですもう今日なんかもう帰ってサワラを料理するイメージでサワラの刺身と塩焼きと天ぷらを作りたいなと思って。食べ過ぎて下痢になるやつです。あ、下痢になるのお腹が緩くなるぐらい脂乗ってますから。あ、な、脂乗ったらなるんだ。なるんだ。じゃあ今日ちょっとお母さん、はい、よろしくお願いいたします。ちょっとようちゃん楽しみやね。そうっすね。今日だってもうすごいじゃんコースが。サワラ釣ってさ、それ締めて持って帰った後風俗じゃん。もう調子よかったら風俗もはしごしちゃおうよ。デリーソープの、はい、やりましょう。キャバデリーソープがいいんじゃない。キャバクラ行ってまず馴染ませといて、はい、で女の子の雰囲気見て、その後デリーって一発抜いて、はい、その後もう一回ソープでキャバデリーソープ3連続。そんなにできない。そっか。ちょっと菊池さん、うん、今よこっちの二人がよ女にモテん組やね。お前だけや結婚してまともな人間は。まともないまともな女にモテる秘訣をさちょっと教えてほしいんやわ。秘訣はお前普通に、お前まず清潔感。清潔感お前らないないいやいきなり落とすな。まあそこだけ上げてくる。まあまあ分かった。清潔感と清潔感な。うん、でまあ清潔感通じるけど爽やかさ。爽やかさ、うん、清潔感プラス爽やかさ。次はそれだけあったらもういける。いける。それだけあったらいける。いや、それはお前が五体満足で生まれて、こっちお前奇形児やぞ、二人とも。もう、お前言っとくけど、お前、あの、お前はたまたままともな人間として、おぎゃーと赤ちゃんで生まれたけど、こっちの二人組は、お前、もう10年彼女いない二人組だぞ。そこ二つ押さえとけば全然違うんだって。だから、清潔感と爽やかさ。それで第一印象が違うから。清潔感、爽やかさ。ただ奇形として生まれた俺とようちゃんどうしたんやねん。いや、そこまだ溜まっていったら。いやいや、その前もうメンタル面から変えないかん俺ら。そこは難しい。奇形は治らんでね、ようちゃん俺らの。いや、じゃあメンタルが奇形なんだよ。メンタル奇形。見た目は一応普通なんだけど、はい、俺らメンタルがよ、メンタル面がな。メンタルは俺わかんないよ。うん、ようちゃんも俺と一緒にもうロリの世界行くかね。ロリコン共和国ロリコン共和国僕はようちゃんやめた方がいい。いやいや、この人ガチロリなんで今強がってるんで、今カメラの前で強がってるわけです。ロリコンはやめた方がいい。いや、ガチロリです。いや、ようちゃんは別にロリじゃないよ、うん、逆になんか年上好きだもんね。そうっすね、はい。リーダーもすれば1個だけでよかったですか。あ、僕も結んでほしいです。これ結んだの僕ら釣り素人なんで、小川さんにあのリーダーっていうのを組んでもらってます。P ラインに小川さんリーダーつける意味合いってどういうことですかね。うん、まあ P ライン自体擦れに弱いのと、あの摩擦抵抗が少ないもんで、あの結構スポッて抜けちゃうんですよね。あ、やっぱリーダー組まないと素人ですね。で、編み込まないとやっぱり消えちゃうんですね。結構リーダー難しいですからね、素人が組むの。僕も組めるっちゃ組めるんですけど、ちょっとすっぽ抜けちゃうんですよね。自分オリジナルリーダーなんですよ。オリジナルノットだから5時間ぐらいキャストしてるとプツッと切れるんですよ。どうしてもあの、うん、締め込みができないもんで、ね、なかなかやっぱりうまく結ばないと弱ってきますもんね。結びがだんだん弱ってきてスポット抜けるやつやりますね、うん、あんたリーダー組める、うん、組めるよ俺。お前電車結び、電車ノット電車結び。ようちゃん組める、リーダーリーダーは組めないですね。組めないの。僕、P から使ったことないんですよ。ああ、
もうナイロン派なんや。ナイロンしか使ってこないです。なんでそれはバス釣りでそのナイロンがいいから。別に特にめんどくさいリハーグ。なるほどなるほど。 ありがとうございます。でこれに一応今日サゴシが大量にいるかもしれないんで、はい、このサゴシの歯が鋭いんでこれをつけます。で糸噛み切っちゃうんでサゴシ、はい、食った瞬間に切れちゃうことあるんでこれをつけとくと、はい、ワイヤーなんで、はい、あんたつけない。うん、もういい。俺はつけます。オッケーオッケー。あの1週間前はサワラが入れ食いだったそうなんですよ。あ、そうなんですよ。今日厳しいらしい。厳しい、でも釣ります。うん、午前中やって1匹だけ釣れたんでちょっと厳しいかもなんですけど、はい、これなら釣れると思うんですよ。浜を浜を。で僕も浜を。菊池さん、あなたは何使う？サワラッシュ。サワラッシュか。まあ、あとは運だな。あと気持ち、やっぱ釣ってやろうっていう気持ちがあればね、はい、女と一緒で、はい、女も簡単よ、ようちゃん。それがなかなかいかないですね。そうやね、はい、あ、空気がいいな。ようちゃん、はい、俺たち10年彼女いないんだけど。10年素人でやってねえんだけど。やばくない？やばいっすよね。回収しよけよ。回収しよけよ。もう金で解決させよう、カールを。もうお金で解決すりゃいいんだよ。回収。あとやっぱ新しい女はさ、チンコの立ちがいいじゃん。女ってさ、10回セックスしたらさ、飽きんじゃん。もう泣いてくんだよ、俺。10回目で。何やねん、これ。いつものお前は来たね。鳥がおるってことは、スナメリもいっぱいおるんですけどね。ナブラもたまに出るときは出ますからね。やっぱ鳥の近くにちょっと今場所をね、小川船長に探してもらってます。スナメリだな。スナメリ、ちなみに午前中は本当のイルカいましたけどね。イルカ。飛んでました。飛んでるというか背びれが飛んでる。へ、いるんだな。イルカ見たことないな。スナメリはね、よくあるけど。珍しいですか、イルカは。イルカは珍しいですね。へぇ、イルカ持ったらダメですからね。なんですか。スナメリは大丈夫なんですけど、イルカは多分ダメですよね。逃げるんですか、魚が。逃げますよね。へぇ、ただベイトが多いってことですよね。ベイトが多って、魚はついてるんだろうけど、イルカブリも食うんですか。ブリは食え。いや、イルカがまずいることが、もう恐怖、珍しいもんで。恐怖で逃げちゃう。一緒になって食べとる時あるけど。ああ、そうなんだ。出ない。ちょっとまた、ちょっと今場所をね、ちょっとようちゃん、はい、ちょっと俺も10年彼女いなくて回春ばっかしたんやけど、はい、まずいよね俺ら。意外に仲間共通項やん。10年彼女いないでしょ。一緒、はい、10年素人で一致してない、はい、一緒。さあ、なかなか群れが今日はいないみたいで探し回ってます。この青物釣りはね、いるところを探すんですよ。要するにボイルしてるブワーッと、それを探して投げ込む。結構ね、自分らが探し回る釣りなんですよね。で、情報を見ながら、今まだちょっとキャストできてないですが、もうそろそろ魚がいるんじゃないかなと今情報交換しております。はい、小川さんがね、他の船と今そっちどうよと、あ、魚生きてるよと情報交換しながら魚を探してる。こっちというかさ、俺ら結構こっちいる。こっち、これ何歳よ。
はい、じゃあ皆さんちょっとキャストしてください。この辺にちょっと青物が来てるそうなんで、もう適当に投げるか、適当にどんどん。じゃあちょっと投げて沈ませた方がいいですかね。なんともいないですけど、沈ませて、はい、あのボトム取ってスッと上げた時にあのマゴチョウが食ってくる時に食ってきますよ。あ、じゃあ一回そこ取ってもいいわけですね。じゃあ陽介さん竿それですね。じゃあちょっとキャストして一匹釣ります。どうぞ。あ、後ろちょっと危ないかも今のちょっと久しぶりすぎたんじゃない。いや、久しぶりっていうか、あの、うん、何回も投げれば思い出すよ。あんま投げないんで。あ、本当。じゃあもう一回投げてみましょう。後ろ気をつけてね。後ろってどういうことですか。投げるときに後ろの人に引っ掛けて、あ、そうです、お怪我するから。投げてみてください。じゃあうん、後ろ気をつけながらメーンって感じで、あんまり振りかわらない方がいいかな。何回も投げてりゃ投げれるようになると思う。もっと遠投してほしいね。もっと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 。さあ皆さん釣りを始めました。小川さんの見て真似たらいいかもしれない。あ、ルアーが違いますか。あ、違う、ちょっとしゃくりのルアー。お、晴れた。今晴れました。バシャって言った今あの辺で。え、鳥山あそこの中で来てますか。入れないとこに。入れないとこに。何ですかね、魚は。ブリですか。いや、何か分からない。こっからだと分からないけど、これはだいぶ。じゃあ、サワラかなんか来てるな。ヨウちゃん、サワラの群れ来てるって。やばいっすね。やばいやばいやばい、ヨウスケさん。釣らないといけない。いや、ちょっと、もうちょっと粘ってみよう。はい、いや、ちょ、数打ち当たる方式やね。数いっぱい投げて。はい、女と一緒で。数打ち当たります。数打ち当たる、はい、小川さんのルアーがそういうルアーなんじゃない。多分これは尺、これは尺るもんですか。小川さん、この菊池さんのルアーは重たいルアーでも尺った方がいいはいいですよね。尺ってみたら。じゃあダートの下方がよく反応します。まあでもやっぱり確率上げた方かな。しんどいって言っても知れてるよ、大丈夫よ。ようちゃん、これどう。アマオ、これ何、めちゃめちゃ動いてますか。見せて見せて、上げて。針引っかかってない。あ、うん、そうそう、そういうこと。だからハマオって投げるたびにそのゴムをチェックして、引っかかると動かんから、そこがボロいとこ。安いからこれ680円だ。これバス釣りには使えないんですよね。うん、もう釣れる。ただ根がかりが多いから周り向いてないね、正直。うん、そう、毎回チェックして、うん、その針を外して投げる。いや、ちょ、俺そんなことにも女のこと考えとったわ。あ、そうっす、ね。もうマジで、その、夜の。イオちゃんはおっぱいと足どっちがいいの。いや、おっぱいですね。俺、足。あ、うん、おっぱいに興味なし。やっぱり巨乳がいいんだ。巨乳まではいかなくてもね。やっぱ D D ぐらいまでぐらいだね。よちょ、俺貧乳好き。A ダッシュ。ロリーの。いやいやいや。いやいや、でも D カップぐらいがいいかな、ベストは。そうですね。でも A でもいいよって感じ。キグさんは。いや、巨乳がいい。あ、お前巨乳なんや。巨乳好きか。E カップ F カップ。そう、俺はもう最大 D でいいね。なんなら A ダッシュでいい。乳首の色はよちゃん。ピンク。俺もちょっとね、なんか桜むじゃなくて、なんかワイルドチェリーみたいについてたら嫌じゃん。なんかこうね、乳首が陥没しちゃってさ、ワイルドチェリー。なんなんだよお前桜むついてない、ワイルドチェリーじゃん。まあでも別に、まあいいけどね。悪くはないですね。でもやっぱりそのピンクの綺麗なね、桃色の今日そのちょっとおっぱいで選ぼう。乳首の綺麗なことお願いしますっつって。陽介さん、たまにはいいでしょ釣りも。そうですね、たまにはエンジョイ。太陽を浴びるといいらしいんで。なんかいいらしいですね。太陽を浴びるとなんか引きこもってると、はい、なんかモテなくなるらしいんですよ。自分なんか結構モテないじゃないですか、はい、原因言われますよ。まず太陽浴びてないでしょ、はい、あとツイキャスばっかやってるでしょ、はい、そういう男モテないってやってるのはモテない。モテないって聞きました。あとやっぱネット依存になりすぎるのも良くないのかなと。女の子にやっぱ夢は与えられないんじゃないですか。
女の子ってやっぱり子宮で物考えるんで、子宮に直接訴えかけられるような行動力がね重要なんですよ。ということでちょっと今サワラを探しにねまた移動してってます。あちらの船もサワラを狙ってるそうです。で今日釣れたらでかいみたいなんで楽しみです。ナブラですか？小規模ナブラ。ヨウちゃん用意して用意して。ヨウちゃん海も甘くないね。甘くないですね。釣れる時は入れ食いなんだけど今日ちょっと渋いからちょっと1本やりましょう。1本今日どんな女がいいかな。ヨウちゃん、いやもうそうですね、ロリ顔で、ロリ顔で、まあ D ぐらいの腕で D カップ、はい、顔は、うん、もちろん可愛い。ユーコリン、俺ユーコリンファンなんだ。まあちょっとまあムチムチ系の D カップ で、くびれありで、はい、じゃあ今日肛門見に行こう。肛門見てきて言ってやって、こんなケツの穴してるんだ。ハメ撮りします。ハメ撮りハメ撮りはいかんなの。ハメ撮りコースがあるんだ。陽介さん寄ってきました。寄ってきましたね。酔い止め飲んできたのに酔い止め効かないですね。やっぱ三半期間の陽介って言われてるからね、はい、繊細繊細で、はい、ちょっと我慢しよう。我慢します。寄ってきたって、ようちゃん。酔い止め飲んだけど寄ってきたって。マジで、うん、はい、大丈夫、乗り越えよう。乗り越えます。その中で魚釣ろう、一匹。釣ったら忘れる。忘れますね。よし、行こう。ちょっとキク釣ってくれ。一匹。おすけさん、じゃあもう釣り楽しいっすね。この釣れないけどさ、はい、今釣れるんじゃないか、今釣れるんじゃないかってさ、女と一緒でさ、はい、やっぱ浮きが、ピュッてヘラブナがピュッてスカッっていうその瞬間じゃないですか。女と一緒、女もさやっぱり女の落とし方と釣りって似てるよね。そうですね、似てる似てる。だから俺もうサビキ釣りしようか思って、あの よく釣れるとこでいっぱい釣れますからね。いっぱい釣れる。ちょっと女、魚と女同時に釣らないかんからな。ところでヨウちゃん、あれケンボウっているじゃん、はい、あのクモウエビトの、はい、でケンちゃん最近寂しい言っとったよ。寂しい。そう、自分のこの話聞いてくれへんって。はい、もう接待求めとんねん、あの人。ちょっと一言言ったって。偉そうにしてんじゃねえよ。ケンちゃんも今のだいぶハートがいくられとるから、そこでお前バジルとスパゲッティバジルばっか食ってんじゃねえぞって言ったら、もうあの野郎って。ちょっとお腹すいたんで紅鮭を食べます。じゃあこれおにぎりです。なんかあるから僕も、うん、凌介さん青物釣ったことある？ないね。ないですよ、うん、海釣りをそんなやったことないんで。その人生の中で一番でかい魚は何ですか？エバスですね。あー、誤算の48。47。あ、47。伊藤さんのどこで釣れたの？ホテル前。ホテル前で。ホテル前なんだ。ホテル前です。それいつ？もうだいぶ前ですよ、昔。何年前？もう覚えてないぐらい。10年前。10年前かもしれない。 YouTube やる前。YouTube やってる時ですね。ああ、YouTube やった最近じゃん、8年前。そんぐらいかもしれないですよ。あの頃に釣ったんや。はい。で、ちょっとバス釣り飽きて。飽きて、というかむしろバス釣りというか、うん、なんか魚を釣って、うん、何の意味があるんだって悟ってしまって。大橋さん、ちょっと説教お願いします。魚を釣って、いや、意味じゃなくて、多分釣った時に、あのバイトがあった時にさ、ドキッてしたりさ、心臓がドキッてしたらドーパミンが出るのよ。まあ確かに、そのバイトがあった時に、それであのパチンコの大当たりみたいな感じでまた来るんじゃないかっていうので、その時ドキッとしなかったんだね。でその前にその47センチのバスを見て、これ釣って何の意味があるんだろう。そんなことより女釣ろうぜと。いやまあそうすよ、女釣りの方がいいんじゃないかと。うん、まあ、うん、いやでもたまにはいいでしょ、俺たち引きこもりで家から出ないから。そうそう、車の中と家から出ないから。そうそう、たまにはいいですね。ようちゃん仕事の方は？いやまあ
来年から頑張ります。はい、来年っていうかその失業手当で半年もらえんじゃん。もう半年でもらえますよ。だからワンチャン半年ゆっくりするのもありだよね、人生の、うん、その半年の間にちょっといろいろ彼女を探したりさ。無職。いやいやいや、ただ半年ぐらいその失業保険だって会社都合じゃん。そうですね。その陽介さんが犯罪したんじゃなくて会社の勝手な辞任整理でしょ。そうですね。だからそれはもうしょうがないから半年休んで遊んで半年後にっていうのもありかも。まあそうですね。そう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 、うん、ちょっと俺と一緒にナンパ配信しようか。ナンパ配信、俺がカメラ持つからさ、うん、陽ちゃんのツイキャス持つからさ、うん、で陽介さん映しながら境を繰り出しながら俺と二人で50歳のおじさんと一緒にナンパして俺見て逃げてくと思うんだよ女が。これやばいでしょ、見てこっち、これ逃げるやろ。これはやばいぞって。この顔で10代に声かけたら、はい、お父さんみたいな変な気持ち悪い。やばいからねこれ。そう、でもそれ面白いかも。で、はい、その時企画でいこう、はい、あのちょっとぐっとあの陽介さんと企画で、はい、YouTube の企画でやってましてと、はい、今日3人食事まで行かないと LINE 聞かないと帰れないっていう企画でやってましてっつって、はい、お願いしますっつって俺が土下座して、はい、そしたらいけるよ。あ、行きますね。やろうか。ナンパ配信やりましょう。やりましょう。もう俺が声かけるから、はい、もう立って見てりゃいいや、はい、俺がもう土下座して、はい、すいません LINE 交換だけお願いします。土下座寝ないと帰れないんですよ。これで絶対落ちるから、はい、女ってね土下座に弱い。だいたい土下座したら8割やらしてくれるから。釣ってる前釣ってるって。おーちゃん投げねえ、はい、釣ってる釣ってるいるんだよ。いおーちゃん惜しかったな、今の油沸いたんだけど釣れんかった。高橋さんね、惜しかったっすね。惜しかったっす。ちょっとやっぱりさ、このクッてその瞬間で引かないとやっぱり女と一緒で難しい。難しいっすね。いおーちゃん俺らでも今日傷つけられたよね。はい、女にモテる秘訣、清潔感と、あと何だったっけ、爽やかさ、それさえあればいけるって。お前らはないと思う。大丈夫だよ、陽ちゃん、はい、ゴキブリだって生きていける、はい、買えばいい、買えばいい、春は買うものだって。じゃあちょっと魚狙ってきますわ。冗談はこのぐらいでね。ちょっと今ナブラが湧いたんだけどちょっと釣れなかったんだよな。惜しかったんだけど。あ、ナブラ出てるって。サゴシナブラ。よし、ナブラに向かってるぞ。真正面みんな構えて、構えて。あそこあそこ。ヨウちゃん構えて。あそこやってるやってる。行くぞ。ちょっと映像撮れんかったけどね今ね。今あの4人で投げてナブラが湧いて投げたら、もう1メーター50ぐらいの世界記録級のサワラが小川さん食ったんですよね。まあ、世界記録は嘘だけど。大きめが食ったんですよね。で目の前で食って魚影が見えたんだよ、白いのが、サワラが、大きめのサワラ、バリーってバレちゃった。惜しかった。もうすぐ湧くからヨウちゃん頼もう。俺もサワラ買ったんやられた。いや、で、あなたはサワラに食われて切られちゃったんだな。ピーゴトからだ。ピーゴトな、こんな口やね。だから、いやいや、まあ、だからこの辺にまだおるんだよ。おお、次ヨウちゃん頼むわ。やっちゃいますよ。俺ら酒チンコンビが。あの俺ら今評判あるよね。あのすっぽん高橋陽ちゃんで酒チン三兄弟ってかけて悪口言われてるね。あと海春三兄弟。ひどくないあいつら。ひどいですね。酒チン三兄弟と海春三兄弟。お前も入っとるで。お前も海春一人やろ。お前も兄弟、四兄弟や。高橋すっぽん陽介がね、ツイキャスで今サゲチン三兄弟では鍵打ち割れとったよ、とある配信で。あいつらサゲチンや、俺びっくりしたよ。さあっつって回春しとるで、回春三兄弟だっつって。ひどい話。風俗っぽい聞いて言われた。そうそうそう、風俗、あたなんか風俗が匿名が書いてるそれ。風俗こじき、風俗をこじろうとしているっていう。まあちょっと釣りましょう、ヨちゃんそんなお手。いやー、ジュース一本ね。帰ってお母さんとかにあのサワラちょっと振る舞った方がいいでしょ。あ、そうですね。ねえ、あのお世話になってるから、はい、りょうちゃん用意して、はい、食べて、サワラの白焼き、うん、1本ね、3万ぐらいするし。そうなんすか。この時期のは高級で高く取引されるんだって、はい、脂が乗って美味しいの。あ、だから釣ってさばいて冷凍しといて、はい、なこの時期のうまいよ。それね、
めちゃめちゃ油に乗っとるから、ね、そう、スーパーのとちょっと違うよ。面白いっす。サワラのみりん焼きと全然違うよな。違う、あんなに乗っとるもんって初めて。そうそう、もうなんだろう、大トロみたいな感じだね、今この時期は。大トロみたいな。そう、ちょっとじゃあ釣ろうよ、ちゃん。よちゃん、もう俺釣れんでもこっちあるね。こっちが金があれば何でもできる。金があってできないこともあるけど、金があれば春は帰る。この女が買えるとか言ってるやつ一生モテないですよね。凌介さん、はい、魚って、はい、知能があるんですよ。そうですね。だからルアーとかでも、まあ、これルアーって擦れたり、はい、シーバスとかもするんで、はい、で今時の女も擦れとるじゃないですか。そうですね。今の女はね、子宮でもの考えてるんですよ。子宮でも、まず子宮に棒を突っ込んでやったら、はい、もう土地狂っちゃう。そうなんすね。そうそうそう、やっぱりぶっこんだろ。そうぶっこんじゃったら子宮でもう感じちゃうと、もうほの字ですよ、落ちちゃう。うるさいねこれね。もう今年最後のチャンスなので。お、ナブラが湧いたか。こうやってスピードが、スピードが湧きましたか。こうやってスピードがね、バーッときたらナブラがね、出るときね、船が速くなるんですよ。ガーンと。これ来てるぞ、ナブラ。スーパーナブラ。投げましょうか、じゃあ陽介さん。はい、やりましょう。ちょっと一匹釣ってください。やります。はい。これで釣れてるとこ見て惚れられて、はい、このネット上で結婚して付き合っててくるかもしれないんで、僕ら。あ、そうですね。探してるとこ見て。はい、今日ちょっと俺たち下げチンから上げチンに変わりましょう。やってみます。ヨスケさん、どうしたんですか。これでいきます。サゴシーに変えたんですね。サゴシー Z。 これいれば釣れますよ、はい、これ釣れそうだな。今日ちょっと俺たち、俺とヨウちゃんどっちか釣んないとさ、はい、ここで釣らんかったらまた下げチンって言われちゃうんで、配信腹立つんで、はい、行きましょう、うん、絶対に絶対やって、やったら女も釣ろう。女、俺とヨウちゃんどっちが先に彼女できるか勝負やでね。目に書いてる、お前には負けないって。いや、そんなことないっす。見て、お前には負けないぞ。そんなことないっす。大丈夫、10年間彼女なし、素人童貞、共通点。お前もでも10年素人やってねえだろ。そりゃそうだろ。なあ、回春だろ。まあ、やっぱ10年やらないと童貞に戻っちゃうんですかね。まあ童貞みたいなもんよ。あ、でも売春婦の人はいてくれるからさ、俺たちの女神、はい、売春婦。本当すごい仕事よ、ね、うん、昔からある仕事やね。なあ、よちゃん、男を喜ばすためにな、女の義務だな。そうだな、よちゃん、女の義務、はい、今日回春しに行こう。やりましょう、やりましょう。陽介さん、はい、やっぱりあのいつもバス釣りしてる人とか見て、はい、そのツイッターとかみんなあげるじゃないですか、はい、釣れたとか、はい、見るたびに、はい、どう感じるんですか。あ、そうなんだ。だから何って。だから何。だから何、今日の僕悟ってるんで。でも、まあ、悟りやね、はい、生きるって。まあ、なんか陽ちゃんの今の趣味が女に言ってるから。はい、そうですね。じゃあ、沢陳さんとかが45釣れたーって興奮してるじゃん。はい、はい、ね、どうしたんって話。はい、だから何って。完全にもう釣り飽きてる状態だね。はい、一番ハマっとったのは何歳ぐらい、釣りに。やっぱ、10代とか。あ、バスばっかり。そう。近所の池とかで。はい、ヨウちゃんもでも YouTuber だから、その声掛けされるじゃん。俺もされんのよ、たまに、はい、もしかしてみたいな、追いかけ回されちゃって、はい、俺すぐ逃げるからね、向こうからね、100m ぐらい向こうから発見して向かってくんだわ、はい、テコ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 って、はい、俺車に乗ってビューって逃げて、気持ち悪いって。気持ち悪くない？ないですか。追いかけられることあるよ。あ、声でわかるんだ。なんかバレるんだろうね、俺がカメラでうわーとか言ってて、はい、なんか獲物を見つけたって感じで来るから。でもファンサービスしたらいいじゃないですか。
まあまあ俺もでも引きこもりだから10年彼女できないってそういうことよ。やばいね。いやちょっとでかい魚がもうそろそろ来ると思うんで、今小川さんがね鳥みたいになってて、ね、あのナブラを探し回ってます、魚をね。ちょっと最高のチャンスを逃しちゃったんで、バラシという。あ、俺も一回バイトがあったんだけど乗らずで、キクは切られまだ釣れてない坊主。ちょっとここをなんとかしたいっすね、一発ね。ゆうちゃん今日は君人はやるつもりなの？可愛ければ。でも可愛くてもさ、マンクサだったらできんじゃん。あ、確かにそれは、うん、匂いがあれだった。マンクサじゃなくて可愛ければ君人。君人します。もうその表面をクリトリスが舐めるの。もしくは中にもベロベーって入れちゃってこんなことする。入れちゃいます、ね。危ねえなこの人。クンニリングスの陽介。陽介さん、僕あの、はい、いつも自分で自分をマインドコントロールして奮い立たせてるんですよ、はい、だから一人で部屋で毎日言ってるのが、はい、できる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 、やれるやれるやれる、できたできたできた、結果出る結果出る、モテるモテる、俺はモテてるモテてる、結果出てくる結果出てる結果出てくる、できた結果出た結果出た結果出てきた結果出てきた、モテてるモテてる、どうぞ。できる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 、俺はできる、仕事ができる仕事ができる、できたできたできた、彼女ができた、妊娠した、名前は太郎にしろ、名前は太郎にしろ、生まれた、子供生まれた、結果が出た、付き合ってる、もうすでに付き合ってる、付き合ってるんや。こう言い聞かせると自分に自信が、そうなるんだと信じればそうなるらしいですよ、心理学的に、はい、モテてる、モテてる、俺はネットでモテてる、金も持ってる、金もある、結果が出た、掘られた、宿に掘られてる、これ自信がつくんですよ。確かになんか自信出てきますね。そう、ポジティブな言葉の連呼はね、いいんですよ。今からが釣れますよ。釣れる、魚が釣れる、さあ、もうラスト30分ですね。ラストチャンス、ちょっと。ずっとね、ナブラを探して、スーパーナブラを探してね、さまよってる状態です。なかなかちょっとスーパーナブラに出会えないですが、バガーッつって、ナブラが来るはずなんですよ。えぐいのがね。じゃあちょっとこの辺投げていきますか。なかなか厳しいなぁ。じゃあ一言お願いします、リスナーさんたちに。おまんこ、やってるなんでもいい。陽介さん頼む。一発太いやつを。さすがバス釣り経験者キャストが結構飛距離出たね今。ひたすら今ねナブラがないんでベイトがいるところを小川船長とともに投げまくって食うかどうかの勝負です。今この近くに。いるはず。来いよ、サワラ、来いよ。はい、4時40分になりました。ヨウちゃん、もうそろそろラストチャンスですけど、はい。気持ち大事じゃないですか。気持ちは大事ですね。あとやっぱりこれ見てるリスナーさんが結構、うちのヘビーリスナーさん、ヨウちゃんのことも知ってるリスナーさんたちも、はい。今、その人たち、ちょっと元気ない人にちょっと勇気づけるようなメッセージを。そうですね。おまんこやったのか声通るね、めっちゃ通るね声通るわ、通る、ね、俺の声通らんやろ、キャー高いんだよ、王ちゃんっぽいよな、まあ、近いもんある、売れる、売れますか、ありますか、王ちゃんも声が通るやん、あそうピュンって、まあ、声高いとこキーンっていくの、俺行かないやん、ローやん、キーンっていくから記憶に残るのよ、ファイト一発やね、やったります、もう前から後ろから、じゃあこうしたろうや、あのようちゃんおまんこ入れや、俺肛門入れるわダブルで 3P 商業 3P コース 3P です、ようちゃんおまんこな、俺アナルでガーでキクリンが口くわえて3つの穴を全部穴 4P そう、これ以上穴あるけー言うて、よしキックベイトいる、投げて落ち着いて、いるって、いる、ようちゃんも投げて、
ラストチャンス。よし。来るぞ。ヨちゃん厳しいでしょ。難しいですね。もうね、ワンちゃんの釣りで、はい、釣れたらもう90アップなんで、やばいっすけど。そうっすね。ヨセさん、まあ、悩み抱えたリスナーさんにもう一回一言お願いします。おまんこやったぜ。陽介さん、はい、ちょっとあれだね、防寒着持ってくるの寒いでしょ。寒いっすね。やっぱ海の上は帽子、あと防寒、ちょっと今寒いよね。寒いっすね。もうちょっとごっついやつ着てくれよかったね。そうっすね、慣れてました。俺も寒いもん。あー、もうすでにもうちょっと厚着。うん、やっぱ生がいいっすね。何生がいいっすよね。いや、病気になっちゃうよ。なもう、まあ、病気になっちゃう。嫌でしょ。なんかチンコかいいなってなんか血が出たりさ、で抗生物質飲んだりして、で梅毒になって全身さグツグツできたけど、いやです、ね、梅毒で一生言われるよ。梅毒、梅毒陽介。嫌でしょ。まあゴムつけてください。ちょ、聞くと釣ってくれよ。釣ろう。おう、ラストラスト。ベイトがいっぱい映っとるから、あとはもうタイミングと食わせの間だな。食わせの前。まだな。ああ。一発。ああ。そうやで。くっ、くっ。来い。ああ。よちゃん。はい。はめ込んだろ、一発。はめたるな。いきなり怒鳴るのやめて、怖いから。いきなり大声出すのやめて。どのタイミングで大声来るか分かんないから。ありがとう、ありがとう。じゃあ釣ろう、釣ろう。陽介さん、夕焼け綺麗でしょ。綺麗ですね。もう、ん、何？いや、何です。この、なんか夕焼けがピンクで、はい、ピンクっていいっすよね。ピンクの、そうですね、ピンクはいいっすね。色、何が好き？何色が好き？ピンクです。俺も、ね、いいよね、ピンク。ピンクの地区。俺思うんだけどね、ヨウちゃん、女ってさ、結局子宮でもの考えるんだよね。理屈じゃないよ、やっぱ生理があるじゃん、はい、だからちょっと俺、女の口説き方を教えておくけど、はい、女って生理の前後2週間に、はい、もう人間じゃないよね。人間じゃないですね。生理が来る2週間は乱れるから、はい、その落ち着いて2週間過ぎて生理前後2週間はこう乱れとるとこにパクッてで種植えちゃってそういうことね。やっちゃいました。女をね、なんかね、口説き落ちるね、タイミングがあるね、周期。あの釣りも一緒じゃん、なんか今入れ食いのタイミングとかあるじゃん、はい、女も一緒で釣りと一緒なんよね、はい、そういう生理の時狙い目、狙い目、生理前後1週間が一番ね、セックスしたがるから女って、はい。血まみれセックスしたことある？あります。ああ、あるんだ、はい、俺はあんまり好きじゃないね、なんかカポカポカポしたり。確かに、うん、なんか嫌じゃない、こう抜いたらさ、竿が血まみれって嫌じゃない。そう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 。なんかこう、ってなんか病気みたいじゃなく、竿が血がついてるって、はい、血まみれですもん、ね、アナルセックスはしたことある？アナルないっすね。今日やろうか。アナルコースがある。アナルセックスコース、アナルいいんすかね。もうわかんない。結局アナルっていうのはさ、締まりがいいだけでさ、ひだがないもんだからさ、ギュッと締まるだけでさ、やっぱりその おまんこはこう一応こうグニグニしたものがあったりするから。肛門は俺あんまり、俺2回だけやったことあるんだけど、あんまり良くないなと思って、なんかきついだけで。ああ、うん、でもきついかったら気持ちいいんじゃないですか。ただこうひだがないから、なんかなんかもうなんか海面体っていうか、こうグニョグニョしたものが、イソギンチャクが、はい、イソギンチャクがあればこうグニョってなるじゃん。こう締まるだけなんやね、はい。あと俺最近思ったんだけど、はい、あのチビのデカマラって知ってる？チビのデカマラ、要するに普通ね、身長とチンコのサイズってこう一緒なんよね、はい、なんだけどたまに小柄なんだけど極端にチンコがでかい人とか、あと女の子も一緒で、はい、小柄なんだけどおまんこものすごいでかい子。
だからもう本当に10人といるだよね。ひよちゃんチンコのサイズは普通です。ちょっと比べようよ後で。お母さん今日の状況はどうでしょう。すいません、ちょっと卑猥な言葉ばっかり一瞬チャンスはあったんですね。そうですよね。あのあと食って魚影が見えたのが、そうですね、あとの油が何回か出てくれるかなと思ったらあれが最後でしたね。1週間前まではね結構釣れてたんですけど、ちょうどもうそろそろだから、あともうあと1週間ぐらいですかね、できて。うーん、なんとも言えないですけどね、ベートはまだいっぱい残ってるもんで、その日の状況によってバンバン釣れる日もある、ね、また冷え込んでまた暖かくなるって言ってるもんで、ちょっと分かんないですね。ああ、そのタイミングでどうやったっけ今日は。何もないよ。まあちょっとタイミングだな、あのチャンスの時に。いやまあまあ運だわね、運もありますよね、お母さんはやっぱ釣果は。またやろう。そうやな。ということでヨちゃん、はい、あのリスナーさんたちがみんな見てるんで、で特に元気のないリスナーさん今増えてるじゃないですか、不景気で、はい、そういうリスナーさんにちょっとヨちゃん勇気づけるような言葉をお願いします。おまんこやったる。厳しかったな。厳しい。まあただこれが今日坊主だったけど、魚影もちょっと映せんかったんやけど、バラシがあって、足元で食ったけどね、メーター、でかかったけどね、メーター級だったらしい、ね、記録級、まあ6キロは超えてるサワラだね。6キロのサワラ、7キロあったかもしんね。見たかったね、あれ。そうやね、サワラうまいんよこれが。ほらな、サワラがうまいんよ。いやもう釣れんかったから寿司でも食って太いのぶち込んでいっか。太いのはな、あ太いサワラじゃなくてな、太いマラを。ああ女の子も喜ぶで、俺らが行ったら。喜ぶだよ、俺らみたいなイケメンが行ったら。油が乗り切ったお前、太いマラオな。ああ。何これ、しんどるね。これ何これ。いや別に雑談だよ。寒いっす。寒いちょっと舐めと勉強になったね。でも、はい、船はやっぱり初めて海で、船で釣って、うん、よかったでしょ。よかったっす、ね、じゃ あの難しいっすね。いや釣れるときはね、バンバン釣れるのよ、はい、もうその日のね運にも左右されるから、はい、また行きましょう。行きましょう。はい、やったるぇ気違いやこの人やっぱり寒い。寒い、震えが止まんない。震えが止まんない。まあちょっと薄着だわね、はい、こういうなんかワークマンの服着たら、まあ、悩み伺ったリスナーさんにもう一回一言お願いします。おまんこやったるぇ。あーだけど海、バス釣りもいいけど海釣りもいいね。海釣りもいいよそりゃ。ね、今日釣れなかったけど逆にちょっと闘志湧いたわ。リベンジするっていう。また行くか。ああ。でも今日がラストくらいやで、チャンスは。青物はな。だから今今後はシーバスと根魚とか。そうやな。釣れるんじゃないかな。お母さん今からシーバスは釣れるんですか、今の時期は。まだシーバス釣れてますね。あ、もう釣れ始めてて。まあ大きいやつちょっと少なくなりましたけどね。あ、ただ数が出る。数はちょっとまだリベンジしてないかな。クエじゃねえか、クエ。クエはこの辺あんま釣れんみたいだ。ヒラメ、ヒラメ。ヒラメもな、まあシーバスが強いんじゃないか、シーバスと根魚は。シーバスも入れ食いになるとね。ヨちゃん、どうすか、はい、どうすか。寒いっす。とにかく。とにかく寒い。痩せとるしね、ヨちゃん。痩せとるし。ヨちゃん寒い。寒いわな。お母さん、今日の状況から今後のどんな感じですかね、釣り。お母さんの船に乗るとしたら。もうでもナイトゲームのシーバスと、まあ、根魚目割るっすかね。ああなるほど。が一番無難は無難ですね。もう今もシーバス行けば多分大体釣れるだろう。まあシーバスは釣れてますね。夜がいいですか。まあ夜ですね。まあ、根魚っていうかカサゴはずっと釣れてます、ね、ああもうそれは釣れるのと、まあ、昼はもうあんま釣れないですか。昼間はシーバスは、まあ、マゴチとかヒラメ狙ってもいいのかなですね。ああじゃあ昼間マゴチヒラメ狙いで行けば釣れるかもしれないし、まあ、マゴチは釣れてますね。まだ水温あるもんで、何センチぐらいですかマゴチだと。まあ60ぐらいまで。あ、ヒラメもちょっと運がいいと70個するやつ。ヒラメって釣れる可能性何パーぐらいなんですか。まあでもそんな甘くないですよね。うんです。その日の状況でかかっても切られる人は。70ってまあまあでかいですよね。まあまあでかいですよ。70は、まあ、60でもまあまあでかいけど、まあ、70あったらもう縁側すすれますよね。見たことないな。60はなんか
見たことあるけど、70はまあまあでかいですもんね。70はでかい。座布団ガレーじゃないけど、座布団ビラメ。もうほんと座布団みたいな。お母さん今日もありがとうございました。今日もちょっと下ネタの方ばっかり言ってしまってご迷惑かけました。あ、周りの注目は聞こえてますかね。聞こえてます、絶対聞こえてます。あ、聞こえる。あ、声が通るんだ。あの多分キュッキュッキュッ。あー、だからなんか変なやつ、いや、ヒットしたんかなぐらいで。あ、またお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで今日はね、坊主でしたが、まだ再チャレンジしますよ。で、これ足元気をつけてね、みんな。ないよ、荷物。ないない。ここ危ないんですよ。ここ落ちたらね、海に落ちちゃうんで。両手塞がってるんでね、右手で iPhone 持ちながら、左手で竿を持ってるんで。これが釣りですよ。レジャーフィッシング。まあ、ショアもいいですけどね。まあ、時にはやっぱり、まあ、オフショア。まあ、今年オフショア3回目かな、これで。まあそんなにしょっちゅうね、行けるもんじゃないんですが、年に3ヶ月に一遍ぐらいね、たまにオフショアの釣りやってますね。しゃー、それでは今からご飯食べに行きますか。その後はお疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、もう今日寒かったですね、陽介さん。どうでしたか、キクは。いや、まあ釣れんかったからね。うん、もう釣りに関してはもうしゃあないな、何もないな。まあただ景色が良かったし、うん、まあ、やっぱ釣りをしてるっていうことでね、うん、いい運動にもなったから、ちょっとリベンジだな、うん、悔しかったけど。リベンジじゃない、まあ、でも初めて海釣り、うん、海で船で釣りして楽しかったです。はい、はい、まあでも、うん、酔わんかったよかったね。ああ、まあ酔い止めを一応飲んだんですけど、酔い止めが効いたね。うん、これじゃあちょっと動物ゲームにしましょうよ。はい、相手を見て相手を動物に例えてください。もう気にしなくていいんで、はい、あのじゃあ菊池さんから、うんうん、俺と陽ちゃん見て動物に例えると。動物、猿。猿。野良犬。野良犬なんや。パッと思い浮かんで、もちろんその連想ゲームだから。いや、だからどうぞ。じゃあ陽介さんは俺と菊池さんを見て、はい、パッと浮かんだその動物の名前、動物に例えると何でもいいです、気にせずに。キリン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 。はい。タコ。タコ。なんでタコなの、なんでタコなの。わかんない。あ、パンと発想で。今思いついた。あ、なるほど。なんでキリンなんだろう。キリンっぽいかな、なんかワシ。ワシとかタカの偽物みたいな、あのトンビ。まあ連想ゲームだ。そうやな、いい、俺はだからそうだね、今日はなんかトンビっぽいな、そのメガネの形が釣り上がってタカみたいだな。タカがトンビみたいな感じで、ね、今日陽ちゃんは陽ちゃんネズミだわ。ネズミ。すいませんすいません、はい、ちょっとネズミ小僧だなと思って。じゃネズミ小僧じゃない、ネズミ男だろ。ネズミ男か。ネズミ男、そうそう。ゲゲゲの鬼太郎のやつ。いや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 、でも今日良かったですよ、陽介さん。じゃあと今から食事に行くんですけど、はい、いつもこう言って富士一番ばっかり行ってるんですよ。はい。で、この菊池さんがもう富士一番飽きたと、はい、ラーメンはと。はい。じゃ何がいい？何食べ行く？なんか知ってる？わかんないですけど、あったかいもの食べたいですけどね。あったかいもの。寒い寒い。じゃあラーメン。富士一番じゃないラーメン行く。横綱ラーメン行く。それと陽ちゃんある、この辺にうまいラーメン屋。うまいラーメン屋ある、おすすめラーメン屋。いや、僕うまい屋しか分かんないです。あ、そうなんだ。俺もこの辺ちょっとチリがあんまりだから。横綱ラーメンあったな、どっか。横綱がその富士一番の前あたりにあるよ。富士一番でもいいけど、一番、まあまあどっち。横綱ラーメン反対側だから、まあまあくるっと変われるんだけど、ね、富士一番の方が美味しい気がするけどな、横綱より。富士一で、それ終わった後どうしましょう。これっすね、これこれっす、いっちゃいますか、3人で。おめこ。じゃあ店舗型派遣型ってあるんですけど、はい、なラーメン食いながらゆっくり決める。ああ、分かった。じゃあそのネットで見ながらね、とりあえずラーメン行こう。決まりました。さあ、釣り旅旅行、富士ポンラーメン食う、うん、これちょっと量多いんだよな。富士豚ラーメン食ったことない。量めっちゃ多いよ。多い、うまいよ。うまそうじゃん。うん、
量がめちゃめちゃ多い。背脂。うん。こってりばっかり。ヨウちゃん、富士市何回も来たことある？いや、まあ、数回ですよ。あ、ほんと。やっぱ馬屋専門なんや。馬屋専門ではないですけど。ラーメンといえばでも馬屋。馬屋ですね、やっぱ。じゃあちょっと富士市行きましょう。はい。いやー、ヨウちゃん楽しみだね。いやー、何が。あー、まあ、そこですね。これが。え？これが。これがたまらん。たまらないっす。ヨウちゃん何食べるんですか？豚骨、濃厚醤油豚骨ラーメン。悩むね。どれも美味しいからね。これにしようかなと思うんだけど、やっぱ俺ちょっと柚子塩でいこうかな今日。ああ。ねえ。洋介さん、じゃあ今からこれ食ってちょっとエネルギー貯めて。はい。きついやつねぶち込んだらないかないんで。これ釣りチャンネルじゃなくて旅チャンネルなんですよ。はい。はい、風俗チャンネルです。風俗です。全国のね、あの美味しいご飯と風俗を紹介する、はい、チャンネルなんで。お、何食べる？ゆず塩の鶏。これ鶏、お前豚だろ。味見してね、汁を汁飲んで。やっぱ富士市は俺大好きなの、昔から。あ、そう。うん、好きだよ。どう？ あっさり。美味しいやろ。うん、あっさり。このゆずが効いてるのがいいね。いくよ。あ、やばいね、うん、あっさり、あっさりしてうまいやろ、うん、腹減っとるから。味噌塩がうまいよ。りょうちゃん、また今日最後やね。前回旅行の時もさ、りょうちゃんまだ来てないのつって。あ、最後です。来ねえじゃんつって頼んだ種類によるから。じゃ、お先いただきます。いや、やっぱ塩で、だし何で取ってんだろうね。鶏肉かな。鶏ガラじゃない、鶏ガラ。鶏ガラかな、うん、やべえな。ちょっと感想お願いしますね。スープからですか。あ、じゃあスープの味、不度なくお願いします。馬屋に似てるかもしれない。似てる。味が美味しい。美味しいです。馬屋っぽいんだ。馬屋、醤油豚骨っぽいです。馬屋っぽいです。じゃあどうぞ食べよう。全然食べて。うまいな、うん、俺好きなんだよ、富士屋。富士屋うまい。うん、あんまり塩ラーメンの店ってないな、近所ないやろ。そう、ないな。うまいやはもうあれだけだし。ようちゃん猫舌なんだ。うめえ、似てる味が。うん、最高だね。最高だ。やっぱ、ね、美味しい、美味しい。特に腹減ってるから。富士市、うん、あの近場の富士市潰れちゃったんで。あ、そうなんだ。なんか今カプサイ麺とかっていう店ができた。カプサイシンが、あ、辛いやつ。辛いやつ。ああ、そうなんだ。辛いラーメン流行ってるもんね、うん、じゃあこれ一人一個ずつ。あ、ないか。じゃあ餃子だけ一個ずつだね。これ食べや、はい、これね、半熟卵のチャーシュー丼にこの塩のタレをちょっとかけるんですよ。これでね、味がね10倍美味しくなるんで。ちょっとこれ、半熟卵のチャーシュー丼です。うわぁ、たまらんすな。うわぁ、この肉もマジで美味しい。いやぁ、ヨウちゃんのラーメン美味しかったね。美味しかったっすね。美味しかったね。そして次はヨウちゃん、彼女さん見てたらヤバいって。あ、そうっすね。あ、まあ、いねえんだ彼女。おまんこやったる。ちょっと声でかいから、ね、近所の人びっくりするから回春しに行くじゃん、うん、あとさ、でもさ、そのデリヘルっていうのはさ、名古屋のデリヘルは、うん、当たり外れなのよ。はい、当たりもありや外れもある、運次第なんよね。はい、ああ、そうですね。それが楽しいんですけど。だから例えば5万の店行ったからって、はい、いい子が出ると限らないよ。はい、俺20年前に先輩に、お、お前デリヘルおごったるわ、あ、はい、箱ヘルおごったるわっつって、はい、5万円の店行ったんだよ、はい、豚が出てきた。
マジですか。はぁと思って、5万で豚なぁ思って、なんか店入ったらさ、この子可愛いですよみたいな、おすすめされちゃって、あ、じゃあその子でみたいな、ボッて見たら、まあ、豚が出てきてやな、70キロぐらい、名古屋で、名古屋のなんか高級箱ヘルみたいな、だからそういうこともあるし、片や1万8000円払ったらね、はい、えコロナで仕事を失ってこんな可愛い子がこんなウブな子がってこともあるのよ、はい、でコロナでっていうフレーズ、そうコロナでそのちょっと仕事クビになっちゃって行き場を失ったな、その純粋な綺麗な子が1万8000円でってっていうこともあるけ、はい、正直値段でもわからんのよね、これがデリのまた探検するとこでさ、はい、うん、風俗王なんで自分、あの東海地方で3本の指に入るエロって言われてるから行きますか、じゃあ陽介さん、やりましょう、ツッコンバッコン、やりましょう、じゃあ行く前にもうこれ以上は撮影できないんで、こっからはやばい世界なんで、はい、おちんこをじゃあ陽ちゃんどこに入れるか、これだけ言って終わりますか、おまんこやったるわ。